明日には京に着く。少し遅くなってしまったが。前回京に行った時は行きも帰りも慌ただしかったからのんびりできなかったな。この近くに秘湯があるらしいと先ほど宿の者から教えてもらった。一緒に入るか。相変わらずお前はすぐ赤くなるな。冗談だよ。私にとっても彼女は必要な存在なのです。彼女でなければ
立場上、今後二度と危険な目に遭わせないと断言することはできません。ですが、彼女のことは今後も必ず私が守り抜くと約束します。全て言い尽くすことはできませんが、それでもあえて一つ挙げるとすれば、彼女の作る料理が美味しいということでしょうか。私は過去過ちを犯し、その責任から生涯恋などしないと決めていたこともありました。ですが彼女と出会い、時を共にすることで私は前に進み、彼女を愛するようになりました。ありがとうございます。
買ってやろうか。それはそうだが、そうだな、重実あたりには何しに都へ行ったんだとからかわれそうだが、これはお前に。お前の髪が伸びるのが待ち遠しいよ。そうか、理解してもらえたか。長らくおそばを離れていて申し訳ありませんでした。明日からまたこれまで通りに。そのことだが、小十郎。お前がいない間考えていたんだが、お前に城代を任せようと思う。十郎、これからも俺を支えてくれるな。今後も小十郎のことをよろしく頼む。
すまない、だいぶ酔ったみたいだ。少し風に当たってくる。先に寝ていなさい。そういえば、すまないな。ようやく小十郎との生活も慣れてきた頃だろうに、近く城に移ってもらうことになるからな。落ち着けないだろうと思って。どうした？どうした？大人っぽい？小十郎がか？仕事が絡んだことならともかく、その他では大してそうでもないと思うんだが。何があったかは知らないが、下手に飾る必要はないと思う。お前はお前らしくあればいいんじゃないか。少なくとも小十郎はそういうお前の方が好きだと俺は思う。ごちそうさま。今日もうまかった。どうした？
おい。何してるんだ。政宗様、そこで何を。小十郎、これは。ああ、はい、わかっております。政宗様、重実から預かった書面ですが、確認を終えましたので、部屋の踏み机に置かせていただきました。ああ。それと、お前はその後片付けが終わったら部屋に来なさい。一緒に帰ろう。今日は少し仕事が残っているから、俺の分の夕食は置いておいてくれ。後で食べる。それと、遅くなるだろうから、お前は先に寝るように。何を。すまない、俺が大人げなかった。すまない、俺が大人げなかった。政宗様との間に何もないことは分かっているんだ。だが、お前のことになると、どうしても
余裕が持てなくなる。強制だ。今日の都でかんざしを送っただろう。あれだって本当は政宗様からいただいたかんざしを持っているだろう。お前がそれを恐縮して身につけられずにいることは知っている。だがもしこの先お前の気が変わって、その紙に政宗様のかんざしを刺すことがあったらと思うと嫌だったんだ。相手は主君だ。それは分かっているし、さっきのことだって。状況から見て、政宗様がお前を助けてくださったんだろうことはよく分かっている。それでも。それでも俺以外の男がお前に触れることが嫌でたまらないんだ。心が狭いな、俺も。余裕なんてあるものか。昨夜だって自分を抑えるのにどれだけ苦労したか。初めての時自分本位で強引に抱いてしまったからな。本当は大切にしたいのに。だがダメだな。いい加減、限界だ。
手加減できないかもしれない。ちゃんと起きてるよ。